はい、どうも、ミスティです。さあ、やってまいりました。いつものですね、二条五所甲状腺ということで、今回は、フィールさん、バーサス、第203、魔導大隊かな?です。もう、この時期ですか。ねえ。シーズンも終わりですよ。ということで、ラスト工場かな。とりあえず22時からということなので、待ってみましょう。お、どんどん来てますね。そしてですね、今現在、フィールさんの二条五所をこうやって撮ってますが、プラスアルファで、ZGI もね、千家さんと駿府で甲状腺をやるということでね、ダブルで収録しております。なので、見たいところ見れてないかもしれません。それは申し訳ございません。さあ、工場開始まで少し待ちましょう。さあ入っていきましょう。柴田家第203魔導大隊 VS 徳川家フィールイージー。そしてね、すいません、久々のこの携帯触ったので非表示のまんまです。最初はね、途中から気づいてね、表示にするんですけどね、申し訳ございません。少々お待ちください。はい、甲状腺開始ということでですね、未だに気づいておりません。すいません。でね、Z の方がね、先に始まったので、でそっちを取ろうとしてたんですよ。まあ取ろうとしてたんですけど、まあ人数的にミスイさんも入りなよということで、私もね、入って操作させていただいております。でね、ここまで近寄って、あれ?出てるじゃん。あ、非表示にしてたと思って、はい、通常表示に直しました。お待たせしました。申し訳ございません。はい、ということでね、この二条五所。ここはね、最初の難関がね、どの陣営からでも最初の門をくぐれないと。いうことでですね、でフィールさんもね、しっかり待ち伏せして待機しておりますからね。うん、なのでね、まあこれ前の二条五所の戦いでも言ったと思うんですけど、多分どこか一つに集めて、まずは抜けないと意味がないと。うん、なのでね、どこかに集中、戦力を集中させないといけないのかなとかね、前も多分言ってたと思うんですよね。じゃないとフィールさんはね、多分全体平均的に個人能力も高いですし、なのでここを抜けないことにはどうにもならないから、こっち側がね分散してしまうと全部止められちゃうんですよね。で今この音声はね、後付けで撮っております。なので魔導大隊さんの誠さんですかね、言ってましたね。もう個人能力が強すぎて抜けねえと。はい、フィールさんはお強いんです、ね、なのでしっかり作戦を練ってね、北上しないといけないかな。しかもフィールさん防衛の場合は特にね、はい、気をつけてください。
そしてね、過去動画でもね、こういうことをどうしたらいい、ああしたらいいとかっていうのをね、言ってますし、ちゃんと動画ありますので、またちょっと見てみてください。そしてね、今後の参考にもね、使っていただけたらありがたいです。まあ、来期からね、ちょっと盤面が変わるということで、まあ、城もね、変わってくるでしょうし、この城の内情もね、変わってくると思いますから、まあ、使えるかどうかはわかりませんけど、その作戦の立て方だったり、ね、攻め方、守り方、その辺をね、参考にしてもらえたらなと思います。さあ、魔導大隊さん、A も B も C も抜けず、C がね、もうここで落ちちゃいますね。まあ、そもそも C のね、人数が少なかったっていうのもありますが、やっぱり人数まとめないとね、厳しい。うん。10対10だと確実に勝てないですからね。だから数の暴力で、数的有利を作らないと多分フィールさんは抜けないと。はい。でね、多分まあフィールさんもそうなんですけど、丸く防衛されてますよね。で、何人かがギザギザのマークついてると思います。基本的にはね、防衛に関しては、待ち伏せ。そう、待ち伏せで足止めして、遊撃で相手を倒すということでね、待ち伏せの部隊が多くないと足止めできない。なのでね、足止めするために待ち伏せをちょっと多めに置いて、攻撃力の高い部隊を、遊撃に置くと。いったね、作戦というよりは、まあ、やり方ですね。うん。今後、使用してみてください。そしてね、こう、待ち伏せが多い場合ですね、どうやって抜くかって言ったらもう数の暴力しかないので、はい。なので、集中させて、人数をね、集中させて、抜くように心がけるといいと思います。さあ、そして、やっぱり抜けない。ここでね、多少抜けて、要所を抑えて、工場ダメージ、これを上げることによって、進みやすさ変わりますから、やっぱりね、何人か抜けないとちょっときついかな、と思います。まあ、二条五所のね、動画、これ、2回目 ?3 回目ぐらいかもしれませんけど、相変わらずですね。もうこの第一関門が抜けないと。多分これは、どこの一門さんがやってもそうなるんじゃないかなとは思いますが、まあ作戦次第ですよ、やっぱり。うん、だし、番外工場戦でね、フィールさんより高い数値を叩き出した一門さんたちもね、他のサーバーにはいますから、もしそこのサーバーさんと当たった時が、ちょっと面白さが増えますね。楽しみです。さあ、本陣 B の方もちょっとずつ攻撃が入り出しましたね。まあ、どう大体さん危ないっすよ。さあ、そして本陣 A の方ですね。こっちはまだ、あまり無理せず、守っているって感じですかね、フィールさんの方はね。さあ、そして魔導大隊さん、ちょこちょこ出てはいますが、これは厳しい。ね、どうせなら出るときはもう全員が一気に出ないと厳しいですよね。さあ、この辺からね、本陣 A の方にも攻撃を入れてきだしました。
そしてね、しっかりとケニーさんがね、川屋の方を取りに行ってますね。さすがでございます。さすがに抜けない。やはり厳しいですね、二条御所ね。いやー、これは辛い。そしてね、本陣 B 攻撃してたのを一回ちょっと下がって防衛に切り替えてますね、フィールさんね。で、その間に本陣 A の方がね、やばい。やばいよ。そして今、落とされちゃいました。ね。今がっつり駿府の方やってるんでね、すいません、はい。気づいておりませんでした。さあ、そして気づいて、本陣 A の方に行きますと。落とされちゃった。そしてゆうかさん。お疲れ様でございます。さあ、残るは本陣 B のみとなりました。ここでね、今全員集まって全員がね一気に抜けていけば人数的にね勝ててたんですが、ちょっと魔導大隊さんね、心折られちゃいましたかね。ね、OKR さんとかちょっと抜けてたのに、やっぱりどっかでつまずいちゃうと、足止めされちゃうとね、その辺しっかりフィルさん防衛できてますね。さすがです。ね、走行しているうちに、本陣 A に向かっていた皆様方が、本陣 B に集まってきておりますと。もうこうなってしまったらね、絶対抜けなくなるので、人数的にもね、今29対16ということになってますから、さすがにこれは難しいですね。ここでね、ちょっと攻め方だったりっていうのを誰かがね学んで、誰か指揮ができる人、軍師ができる人が1人2人ほどいれば、またちょっと変わってくるんじゃないかなと思います。さあ、魔導大隊さん24人で一斉に出てきてはいますがね、フィールさんも続々と集まってますので、なかなか抜けない。さらにはもう攻撃されております、本陣 B がね。危ないですよ。しのぶさんも攻撃いってますね。さあ、ここでそれまでと。はい、お疲れ様でございましたね。相変わらずフィールさん強い。はい、ということでね、今回もフィールさん圧勝という結果に終わりました。相変わらずでございます。お強い。
ね、窓大隊さんもよく頑張りました。皆さんくじけずにね、頑張れていいと思います。はい、ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッド、そしてコメントの方よろしくお願いします。では、また。